日々、老化を感じる今日この頃、これから先の人生の中で、今日が一番若いわけなので、やりたいことはどんどん前倒ししてやっていこうということで、インドア大人女子、初めての立山へ、初の山岳トレッキング、初の山荘ステイ、こんなに重いリュックを背負うのも、人生で初めて、果たして無事にたどり着けるのでしょうか。そして、ライチョウには会えるのでしょうか。まずは腹ごしらえ。本日2回目の朝ごはんです。お久しぶりの北陸新幹線ですね。記憶していたよりも乗り心地が良いです。だんだんと山が近くなってきました。富山駅に着きました。初の富山下車です。ここから富山地方鉄道に乗り換えます。今回の目的は、ライチョウを生で見ること。初めて行って会えたらラッキーだそうです。駅前のロータリーは広いですね。綺麗な駅ですね。それにしても、富山駅エリアはいい天気です。電鉄富山駅は JR の隣のビルですね。ちょうど3連休の後、夏休み前の平日なので、そんなに混んでいなくてよかったです。駅の売店もレトロな品揃えでなんかいいですよね。列車のタイプによっては、乗車券だけじゃなく、特急券も必要になるそうです。今回はタイミングよく特急に乗れました。立山駅まで特急だと53分、普通列車だと1時間10分ほど、しばしゆっくり景色を楽しみながら、休憩です。この沿線は非アウトドアの大人女子でも十分癒される景色ですね。しかし、暑い。冷房が入ってるんですけれども、全く効いてないのはどういうことなんでしょう。富山は結構蒸し暑いんですね。立山に着きました。ここでケーブルカーへ乗り継ぎです。ケーブルカーは時間指定しないと乗れないんですね。ちょっと待ち時間があるので、ここでお手洗いに行っていくといいと思います。こちらのトイレはとても綺麗でしたよ。そして、山用品がいろいろレンタルできるお店があります。私のような山と縁がない人には嬉しいお店ですね。これはいいサービス。ケーブルカーとバス乗り継ぎのチケットです。わーい、山岳鉄道だ。かなりの勾配ですよね。平均24度だそうです。作った人はすごいと思いますよね。ケーブルカーの乗車時間はたったの7分。一気に高度を上げていきます。だんだん空気がひんやりしてきましたね。乗車した立山と終点の美女平では標高差500メートルだそうです。美女平でいよいよ高原バスに乗り継ぎです。終点の室堂までは50分。全員着席制なので安心ですね。車内にモニターがあって、道中見どころの解説ビデオが流れます。このルート見どころの一つ、湘南の滝は真っ白で何も見えないため、このバスでさらに1500メートルほど登っていきます。だんだん緑深くなってきました。そしてお天気もなんだか不穏になってきましたよ。室堂が近くなってくると雪が結構残ってますね。やっと室堂に到着。標高は2450メートル。かなりひんやりしてます。室堂ターミナルは売店やホテル、レストランなどがある巨大ターミナル施設です。まずは、エネルギーチャージ。ランチに氷見うどん。真っ白けっけー。しかし、ここからが今日の本番。宿泊先の来鳥荘まで30分、山道を行きます。ジムにも入会してないし、筋トレもしてない、アウトドアと無縁の50代大人女子。膝の半月板にひび入ってるし、そもそも腰痛持ちだし、果たして宿までちゃんとたどり着けるのでしょうか。しかも荷物重いし、10キロちょっとリュック重い。宿への道中、ライチョウを探しながら行きます。ちょうど1週間前にヒナの誕生が確認されているので、ヒナに会いたいですね。ライチョウのヒナはピヨピヨと鳴くんですって。これは、ホビットの冒険のような映画のロケハンに来たような感じですね。この一帯は硫黄の匂いが漂ってます。火山ガス濃度が上がった時のための避難小屋があちこちにあります。ライチョウソウはまだ見えてこないですね。この辺りをライチョウは歩いてるらしいんですけど、今回の館山は写真家の夫に初めて同行してみたわけですが、夫が言うには一日中歩き回ってライチョウを1羽も見れない時もあるんだから、2泊3日のうちに見れたらラッキーだよ、とのこと。結構雪が残ってますね。おーっと、いたよ。もう会えた。目の上が赤いのはオスですね。これはちょっと感動しますね。本当にその辺にいるんだ。へえ。初めての館山。室堂ターミナルからまだ15分ぐらいしか歩いてないんですけど、見ちゃったー。もう会えちゃった。わーい。メスもいる。雨宿り中。でもヒナは見当たらないですね。いやー、天気悪いですが、初日早々に見れたので、トラベリングオーシャツついてます。イェイ。あれがライチョウソウだそうです。ここを下って、また登って、長いな。山の天気は本当にコロコロ変わるので、突然視界が開けたり、ガスで何も見えなくなったりするので、忙しいですね。木が枯れちゃってますね。硫黄のせいなんですかね。焦げてますよね。おー、ライチョウソウに無事にたどり着きました。すんごい場所に立ってますよね。2泊お世話になります。初めての山荘なので、ルールとかね、教えてもらわなくてはね。フロント横には、談話室と喫茶があります。売店で、ちょっとしたお土産も買えますよ。この後、私は温泉に入って休憩、夫は雨にも負けず出かけていったら、なんと超至近距離でライチョウに遭遇。土砂降りで他の登山者の人たちがいなかったせいか、目の前を何往復もしてくれるという大サービスだったとか。ライチョウは人間が危害を加えないことを理解していて、びっくりするほど近くに寄ってきてくれるそうです。だからこそ、館山に行った時は私たちもきちんとルールを守らないといけないということですよね。夕食は6時から。この近辺の宿をいろいろ泊まってみた夫が言うには、ライチョウソウのご飯はダントツに良いとのことです。おかずがこんなに並ぶのは他にないそうですよ。2日目の朝です。朝ごはんは6時からビュッフェ形式です。そして今日は一日中雨の予報。ご覧の通り真っ白です。ただ背中の荷物がない分かなり楽です。とはいえ、凸凹の石畳の山道は歩くの大変ですけれど、ハイカットの登山靴を履き慣れていないってこともあるのでしょうが、上りより下りの方が私はきつかったですね。どうですこれ。中高年大人女子のクエストですよ。大冒険。登っていくしかないので、ひたすら前進のみです。これは声を大にして言いたいですが、いつか山に行ってみたいな。山岳トレッキング一度はやってみたいな。館山に行ってみたいな。ライチョウに会ってみたいな、そう思っている大人女子のあなた。これから先の人生で一番若い今日というのは難しいと思いますが、とにかく一日でも若い自分の時に行っておくべき場所であり、アクティビティでもあると思います。いつかはと思っている大人女子の皆さん、すぐ行きましょう。一日でも若い自分自身で元気なうちに行っといた方がいいです。配送スタッフの方、食材とか宿の必要な品は人力で運ばれてくるんです。大変。感謝ですね。御栗ヶ池温泉の展望台です。ここから地獄谷がよく見えます。御栗ヶ池は室堂エリアの人気スポットの一つ。約1万年前にできた火山湖で、びっくりするほど水が澄んでます。室堂ターミナルに隣接する立山自然保護センター。3階カウンターで来鳥目撃情報を提供すると記念シールをもらえます。1階、2階では、ライチョウや立山に関するいろいろな情報を学べます。私の野望は、ライチョウの足を間近で見ること。体に対して足が大きいんですよ。氷河期を生き延びてきた貴重な鳥なんですよね。なんと、今日もライチョウいた！今年は、放卵しているライチョウが少ないみたいです。この時期は大抵あちこちでヒナを見られるそうですが、今年はヒナ情報が少ないとか。このライチョウたちもオス1羽、メス2羽、変なバランスでヒナはなし。放卵している個体が少ない年っていうのは何かあるんでしょうかね。ちょっと気になりますね。ヒナいないのは残念ですけど、2日目も会えたのでラッキー。大雨なので、お昼前にとっとと宿に戻って温泉に入ります。おーっと、また遭遇。今度はオス1羽とメス1羽。やっぱりヒナはいませんね。本当に素晴らしいカムフラージュ柄ですよね。目が慣れないとすぐに見つけるのは難しいです。動いてないと本当に景色に同化してます。自然ってすごいなぁ。午前中の3時間半で5羽も会えました。タイパ的には非常に良いのではないでしょうか。なんと、ウグイスまで至近距離で見えた。バスで真っ白な大雨の日にも、トラベリングゴージャス、強運です。来鳥荘では乾燥室が使えるのも嬉しいポイント。温泉で温まったらビールでランチ、雨の中トレッキングで消耗した分補給します。いつもよりいっぱい食べて、午後はまったり休憩です。こちらに来てから、とにかく食欲増で、甘いものも普段より欲するのは高知だから。お昼にあんなに食べたのに、6時からの夕食も完食しました。3日目は晴れました。4時過ぎには周囲の部屋が騒がしくなって目が覚めてしまいました。晴れるとなおさら絶景ですね。我ながらすごいとこ来たな。朝ごはんしっかりいただいて、チェックアウトです。まずは室堂ターミナルへ荷物をロッカーに預けて身軽になってから散策する予定。今日は良い天気なので紫外線対策を徹底的にやってます。再び30分ほど大人女子の冒険出発。やっぱりリュックの重みが増す分下りのダメージが大きい。大変大変。動けるうちにハードな旅先はどんどん行っとくべきですね。今来ておいて本当に良かった。毎日朝起きるたびに体の違う場所に不調が現れるというのがトラベリンゴージャス世代だと思うので、今やりたいことはやっとくべき。思ったよりもバテずに歩けてますね。普段徒歩が多いので、日々の生活で結構鍛えられてるもんですね。50年以上歩いているので、その積み重ねは裏切らないということで、歩くの大事。晴れていると富山平野の向こうに富山湾まで見えるんですね。それにしても遠近感がおかしくなってきますね。再びのみっくりが池。晴れてると違う顔ですね。北アルプスで最も美しい火山湖と言われているのに納得ですね。妙な雲も出ていました。この後の予報ではまた大雨が続くようですよ。みっくりが池の東側にある緑が池。ここも火山湖。透明度が高い。水底がよく見えます。嘘みたいに綺麗な景色ですよね。ほう。みっくりが池温泉のレストランでランチ。富山といえばのおぼろ昆布一枚削り。ラーメン好きには富山ブラックもありますよ。室堂ターミナルから天狗平へ抜ける遊歩道は、ここは本物のトレッカー向けですね。大長層への道のりとレベルが違う。この道はがっつり装備してないと無理です。私のようなアウトドア初心者がみだりに進んでいってはいけない道ですね。一応看板も立ってましたけど。これ以上下っていくと帰りが大変なので、この辺でストップ。その分人がいないのはいいんですが。来長層もそうでしたが、この辺りは湧き水は飲めるんです。本物の天然水です。冷たい。美味しい。帰りのバスからは、湘南の滝が見れました。よかった。今回のお土産はこんな感じ。美味しかった。立山駅での乗り継ぎ時にぜひ。王道はこちらですよね。立山トレッキング。インドは大人女子でも十分楽しめましたよ。さらなる情報はぜひノートをご覧ください。